テイラー・トンプソンは、テキサス州プレーの出身の元アメリカンフットボール、選手。現役時代のポジションは、タイトエンド。大学進学を前に、ライバルズ .com からは、全米38位、スカウト .com からは、全米37位、ESPN からは、全米41位のタイトエンドと評価された。南メソジスト大学に進学、大学では、ディフェンシブエンドとして起用され、 一年時の2008年には、先発3試合を含む9試合に、出場、23タックルを挙げた。二年時の2009年には、全13試合に先発し、40タックル、チームトップの5.5サックを挙げた。アラバマ大学バーミングハム高専では、トライフォーポイントをブロック、このため相手校は、試合最後のプレーで2ポイントコンバージョンの選択を強いられ、 南メソジスト大学はこれを阻止し、カンファレンス USA での連敗を17、ロードでの連敗15で止めた。3年時の2010年には、全14試合に先発出場し、32タックル、4.5サックを挙げて、カンファレンス USA のファーストチームに選ばれた。4年時の2011年には、全13試合に出場し、44タックル、8サック、1ファンブルリカバー。 カンハレンス2位のロックファンブルフォースを挙げた。彼の活躍もあり、大学のディフェンスはカンハレンス2位となり、彼もまた2年連続でカンハレンスのファーストチームに選ばれた。2012年の NFL ドラフトで5順全体155位、および7順全体227位を、マイアミドルフィンズとのトレードアップで5順全体145位を獲得したテネシータイタンズに指名されて入団した。 ドラフト前のワークアウトで、トンプソンの才能を見出したタイタンズは、大学時代のディフェンシブエンドではなく、タイトエンドにコンバートした。2012年、全試合に出場、タイトエンドとしても4試合で、先発出場し、6キャッチ、46ヤードを獲得、チーム2位の11スペシャルチームタックルを挙げた。2013年と全試合で、スペシャルチーム要員として起用されるともに控え、 タイトエンドを務めた。2013年11月10日のジャクソンビルジャガーズ戦でライアン・フィッツパトリックからの9ヤードのレシーブでプロ初 TD をマークした。2014年、ケン・ウィゼン・ハント・シンヘッドコーチらにチームメイトのクレーグ・スティーブンスのブロック能力とデラニー・ウォーカーのレシーブ能力を兼ね備えたタイトエンドとなることを期待されたが、怪我のため3試合の出場にとどまり、 11月5日に故障者リスト入りした。タイタンズで先発8試合を含む35試合に出場した後、2015年6月18日、タイタンズから解雇された。ありがとうございます。